皆さんこっちです。ジェイソン・オルゴブルダー、ヒロインだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター混合インコの続きになります。前回の動画でこちらの混合インコを組み立てました。今回はこちらの熱帯魚に組み替えます。はい、混合インコの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは熱帯魚に組み替えます。完成、熱帯魚です。はい、熱帯魚に組み替えれました。ちなみに組み立てにかかった時間は15分でした。今回のレゴクリエイターなんですけど、台座パーツがめちゃくちゃすごいですね。特にこういった植物の造形がすごいよく作られていて素晴らしいと思います。熱帯魚から見ましょう。あ、取れちゃった。はい、まずこちらが熱帯魚です。ちなみに熱帯魚なんですけど、モデルはおそらく南洋ハギだと思います。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、近くで見るとこのようになっていて、小さいパーツでこういった細かい造形を再現されているのがすごいと思います。頭部はこのようになっていて、頭部の作りについては結構簡単なものになっています。胴体はこのようになっていて、こういったパーツの使い方や色分けがすごい細かく作られているのがすごいいいと思います。そして尻尾はこのようになっていて、尻尾についてはいつもだったらヒンジパーツとかで再現されてるんですけど、今回はこんな感じで再現されています。熱帯魚はヒレがこんな感じでボールジョイントで回転します。可動は少ないですけど、造形自体はすごいよく作られているのがすごいいいと思います。はい、続いてはこちらの台座パーツを見ましょう。今回の台座パーツもすごい気合が入っていますね。あの熱帯魚の水槽は見たことあるんですけど、実際もこんな感じで結構カラフルだった気がします。いや、これは水槽に入れても違和感はないと思いますねじゃあちょっと近づいてみるとこのようになっています。このピン部分に熱帯魚を刺すことができます。そして台座があることによってこんな感じで動かすことができます。そしてちょっと細かいんですけど、こんな感じで角度を調整することもできます。はい、では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。大きさ的にはほぼミニフィグ1体分ですね。全長についてはミニフィグほぼ2体分はあります。この熱帯魚思ってたより結構大きいですね。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。尻尾を覗いたら大きさ的にはレゴマリオとほぼ一緒ですね。高さについてはレゴマリオの帽子覗いた分ぐらいはありますね。はい、レゴクリエイター混合インコの熱帯魚はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター混合インコ熱帯魚に組み替えてレビューしていました。まずこの熱帯魚なんですけど、小さいパーツでいろんなところが造形されていて、すごい完成度が高かったです。そしてこの台座パーツも前回の混合インコ同様にすごい気合が入っていて、これもいいと思いました。個人的に言えばこの熱帯魚は水槽に入れてもおかしくないと思います。次の動画ではこちらのカエルに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。